皆さんこんにちは、エル先生です。今日はおもりをやっていきたいと思います。スタート。まあ噂によるとなかなか怖いらしいんで、ちょっとビビらないようにちょっと頑張りたいと思います。お、泣いてるね。大森泣いてるね。何があっても、いつもそばにいるって約束して。おー、誰かが大森と一緒にいるね。お願い。まあ、大森が言ってるのか、そのもう一人の子が言ってるのか。今から分かります。ホワイトスペースへようこそ。真っ白な部屋だね。あ、ノートパソコンとティッシュ。そういうことだね。あなたはずっとずっとここに引きこもっている。いや、本当に、ホワイトスペースだね。またまたなかなかいい曲で始まるね。もうシンプルなんだけどね。なかなかその曲に引き込まれちゃうね。もう、ああ、もう動けるね。とりあえず、あ、猫ちゃん。ニャーゴ。何かを待ってるの。悲しみを拭くためのティッシュ。スケッチブック。おー、なかなかすごい絵だね、これ。猫と何虫？黒い猫からなんか赤いの出てるしね。うわー。この黒い風呂は何なんだ？なんか目が、可愛い顔横にあるけどね、なんか。ねえ、あの、化け猫がいて。あ、巨大蛇。あとはもう、すごい美味しそうなケーキもあるし。あと、滑り台からも何か垂れてるね。トマトソースみたいなもんが。あとなんか電球が5個あって、1個黒で1個赤。まあ、なんか関係ありそうだね、いずれ。で、誰か、もう、カートンキャットみたいなやつが、大森を看病してるのかな、これ。うん。パソコン。うわー。日記。ああ。ホワイトスペースで過ごした。うまくいった。今日は友達に会いに行った。うまくいった。何がうまくいったんだよ。いや、この壁紙自体がね、もうすでにやばいよね。もう見てるだけでちょっと怖いよね。なんか出てきそうで。まあ、なんもないっぽいから、ちょっと出るか。OK。お、ノートパソコンが太もも温めてくれた。気持ちよかった。おお、なんだ。何かが落ちた。探すか。あ、ちょ、やばそうなやつが来た。逃げる。また?2体。2体もいる。これ手だよな、どう見ても。おお、ちょ、危な。お、これは、ナイフか。ピカピカのナイフを手に入れた。これで、誰かを討伐するのか。とりあえず出てみるか。でもドア妙にリアルだね。白い扉がかすかな影を落としている。もう開けるっしょ。扉の向こうに何が待ち受けているか。おお、なかなか。かわいい部屋っすね。あ、あまりくん、そろそろ来ると思ってたよ。一緒にトランプしない？ちょうど次のゲームが始まるよ。あ、
じゃあ、まあ、いっか。え、ちょっと、オーブリー何すんだよ。カードがぐちゃぐちゃになったじゃん。せっかく勝ち終わったのに。まあまあ、ケル、そんなに怒るなよ。たかがゲームじゃないか。すぐヒーローはそういうことを言う。どうせ負けそうだったから言ってたんだろう。とは喋りかけるか。ケールっていつも私に意地悪するの？あのバカ、私のぬいぐるみを部屋のどっかに隠しちゃったのよ。本当にガキなんだから。なんでそんなことするの？私が何したって言うのよ。あ、そうだ。オモリくん、ぬいぐるみを探すの手伝ってくれない？ねえ、お願い。よし、じゃあ、ぬいぐるみを探すとしますか。ぬいぐるみがありそうな。これじゃないか、こんなか。あ、トーストね。美味しそうだね。これ何なんだ？見たことある人の写真。いやー、気味悪いな。ちょっと、あの猫こっち見てんじゃん、あの黄色い猫。お、ぬいぐるみ、ゲットー！ナイス！それ、もしかして。オーブリーはぬいぐるみを取り返した。ねえ、ケール君見て。私ぬいぐるみ戻ってきたよ。ね、何？それどこで見つけたんだよ。ホムリ君が見つけてくれたんだ。ケール君と違って、本当の友達いるんだよね、私。自業自得だな、ケール。意地悪は良くないよ。でも、オリーブが先に、あいつが先にいろいろ恥ずかしいとこにホクロがあるって馬鹿にして。そのホクロ、どこにあるんだっけね。オーブリー。わかったよ。まあ、とりあえず、一件落着ってことなんで。なんだ、なん大事な友達忘れてる。何彼らのことか。オーマリー、一件落着みたいでよかった。あの二人、いつも、ぶつかっててね。それでさ、マリーとバジルが遊び場でピクニックしないかって誘ってくれたんだ。会いに行かない？行こうぜ。それじゃあみんな、マリーとバジルに会いに行こう。よし、行くか。ナイス。この闇の世界の通貨がアサリっていうのが。とりあえずこのケルは、まあ、元気担当か。ね。オーブリーは、なんだろうね。ほうほうほう。ちょっと命令するのが好きっぽいね、オーブリーちゃんは。なんかヒーローはちょっとヒーローっぽいよね、そんなの通り。しかもやばいやついんじゃん。なんなんだ、あの、ロン毛のやつは。なんか、緑の可愛らしい怪獣もいるし。お、とうとう、マリとバジルか。あら、オーブリちゃん、みんなも、こんにちは。元気かな？また？それは大変ね。ひどいことするね。いやー、なんか言ってる。あら、ケル君、すごい迫力だね。一体どっちを信じればいいのかしら。お、喧嘩してるぞ。二人とも落ち着けよ。なんでいつもこうなるんだ。もうヒロ君、そんなことで落ち込まないの。責任感強すぎだよ。まあそういうところが好きなんだけどね。ふふ。ちょんまり。今そんな場合じゃ。からかってみただけだよ。慌ててるところも可愛いんだもん。みんな待ってる間、バジル君とアルバム見てたの。みんなを見る？お、アルバムか。
いいね。ごめんね、ケル君。僕は気づいていない時だけ写真を撮るんだ。バジルは人がカメラに気づいていない時の自然な表情を撮るのが好きなんだよね。そうだよ。一人一人の日常の中にこそ特別な瞬間があると思うんだ。そういうのを撮りたいんだ。まあそういうことだね。もうできるな。バジル君、アルバム見てもいい？ああ、いいよ。大したものじゃないけど。失礼、大したものじゃないけど。おー、素敵なシーンがあるんだね。そうだね、オーブリーちゃん。ごめん。もうちょっと自分を信じてみる。はい。こうすればみんな見れるはず。はい。見てみましょう。で、いいね。これはマリかな？マリなんかね、これは。シフトで読む。ああ、そうね。マリちゃんが花くん無料を作ってくれた。スリーショット。おお、ヒロが頑張ってるね。でもこれ見ると、左側に、ちょみたいな。わからんな。まあ、いや。てか、パジャマや。スイカ美味しそうだね。ミルクも飲んでるね。自分だけ白黒って、このバジル妙にカラフルすぎるよな。さらに。仲いいな。特にヒロとマリはね、なんかありそうだね。バジル、この写真全部素敵だね。その瞬間のベストショットを撮られるのが上手だよ。ありがとう。でも、全部僕が撮ったわけじゃないよ。マリちゃんがたまに勝手に僕のカメラを持ち出すんだよね。そうだ、いいこと思いついた。みんなで僕の家に遊びに来ない？最近新しい苗を植えたからみんなに見せたくて。すごく可愛いから見に来てよ。バジルの家は遊び場の南だっけ？うん、そうだよ。じゃあこれからみんなで行くか。バジル君の家に。マリは来てくれないんだね。ピクニックバスケットでセーブもできちゃうよ。まあセーブ係ってことか。ありがとうマリ。いつも俺たちのためにいろいろやってくれて。とりあえずね、セーブしますか。キャンディー。お、これ食べるとどうなるんだ？おー、いいね。元気になった。なんか、喋りかければいいのか。お。おー、あまり、あのさ、私今日でっかいことを計画してたんだ。そこでじっとしてろ。すぐわかるからな。いやいや。おい、お前ら、どこ行くつもりだ？行く前にかくれんぼやろうぜ。そうだ、一緒に遊ぼうぜ。みんなでやった方が楽しいよ。またかくれんぼするのか。なんかやらかすんだな、こいつらが。ちょっと待った。また逃げるのか。私の何がダメなんだよ。顔か？性格か？ボスやらましたろ。あいつを公園から出禁にしておいてよかったぜ。あんねあれ今からどうしてんだろうな。いや、別にどうでもいいか。バイデルかくれんぼでも遊びたい？どっちでもいいよ。僕のやつすぐそこだし、急がなくてもいいからね。おもりくんに任せちゃおうかな。
大森くんはどうしたい？いやーちょっと聞かれたらね、親友と言われてもね、違うんすよね。いや、やり方は知ってるけど、別にうわー強制的にやらされてますね、これはちょっと。いや、かくれんぼの枠じね。まあ、出た。一本だけ短いの入ったら、それを引いたやつ側に行っても絶対俺じゃん。どう考えても、そうなるよね。もう仕組んでるよな、これどう考えても。唯一の白黒キャラの俺に。来た。どうせ俺なんだろう。どれ短いの持ってるのは、おもりだ！一人で大丈夫か、おもり。嫌だったら僕は代わりにやるよ。僕はどっちでもいいから。いいやつすぎるだろ、ほんとみんな。まあ、とりあえず、みんな探し、とっとと探して、ずらかるか、こっから。はい。はい、数えまーす。5、4、3、2、1、スタート。いや、なんで呼んでくれるの？いや、別に見えてたけどさ。あ、見えたね。オーブリー。ゲット。いや、結構簡単なんすよ。丸見えなんすよ。はい、次。はい、そこに走ってるあなた、マユってやつね。ヒーロー何やってるの？あ、みんな、実はね、すごいいい隠れ場所を見つけたんだけど、ショーンとレンが一緒に運動をやろうと言われて。みんなも やってみようよ。すごく、体力を鍛えられる。すごく、疲れる。わかったよ。今行く。じゃあね、ショーン・レン、楽しかったよ。いや、もうなかなかヒーロー、いいやつやね。おい、さすがヒーロー系キャラ。永久不滅のバナナってどういうことですか？まあ、いや、あ、なんか思ってるぞ、前髪。見つかっちゃった。負けたってことか。ハッピーならなんて言うと思う。多分こんなことを言うだろうな。前髪くんたらどんなことでも全力で挑まなきゃ。そうしないと誰もが前髪くんのすごいところ見れないじゃん。また今度頑張ろうかな。いや、ちょっと元気なすぎでしょ、前髪くん。まあ、や巨人やってみたかったけど、俺みたいな男が来る場所ってあんまないよな。でも楽しかったぞ。ベルジーが楽しいなら俺も楽しいから。あ、このベルジーのこと大好きなんだね、この人は。このピエロが出そうな。ぽよよん、ハッピーだよ。見つかったとし別のことやろうかな。そうだ、アルファベット後ろから行ってみよう。 ZYXWVUON。 まあ、あとは、あ、痛い、なんか二人がガチャ。よし。いや、なんかさっきなかったぞ、こんな。地面にストローが刺さっている。引っこ抜く、はい。うわぁ！遅かったじゃねえか。息できなくてそのまま。倒れるかと思ったぜ。どうよこの考え方、すげえだろ。この子、女の子の男の子はちょっとわかんないね。他のみんなも見つけたようだな。思ったよりやるじゃん。気に入ったぜ。よし、最後にもう一回転校取るぞ。あ、また転校取らな。気をつけー。ワン、いつも通りいるよ、シャーリン。はい。
ミカル。グスピー。あ、なんだよ。ハッピー。はいはい。マユ。前髪。はい。お団子。お団子です。お花。お花ここだな。ヒロ。はい。くくります。ケル。メロリー、これ毎回やんの？あ、何するんだよ。いってな。オブリー。はーい。ちょっと俺は呼ばないのかよ。あれ？バジルは？おかしいな。あの木に隠れようとしてたんじゃ。バジルくんどこなの？聞こえる？あれ、バジルいないじゃん。どっこ行っちまったんだろうね、バジル。ああ、バジルがいた。うわあ、やばいじゃん。バジル。ボス、やっぱりお前か。この野郎、バジル離せ。バジル君を離して。私の友達気づけたら絶対に許さないよ。そうだボス、バジルには何もしてないじゃないか。イエヘヘヘヘヘ、わーか、バジルだけ狙ってると思ってんのか。とぼけるな。俺様が来た理由分かってんだろうな。俺様をかくれんぼに誘わねえとはいい度胸だな。そもそも俺様はてめえらのかくれんぼにやることをしてたんだろうな。つーか間違ってんじゃねえか。体当たりもしてねえのにかくれんぼって言えるかよ。あっ、僕の冠が、花冠が。いやだな。俺様を混ぜてくれねえなら遊び場を邪魔し、遊びを邪魔してやるぜ。今からここはボス様の縄張りだ。てめえらできんだ。おお、ここからバトルか。オモリと友達はどうする？もう戦うしかない。とりあえずね、こいつをぶっ倒す。よし。いやー、いいっすね、これ。へへへへ、やらけえな。攻撃する気あんのか。なかなか調子乗ってるっすね、こいつ。あー、バジルかわいそうに。なんか、これゾーンなのか、サイなのか。この化け物、とりあえずみんなで攻撃ぶちかますか。くー、勝ったぞー。必殺技だ！受けてみろ！体当たりー！うわー！ひょくま！いやー！うわー！うわー！やってくれたね。俺は屈しない。はぁ、なんでまだ動けんだ。俺は絶対に仲間の敵を撃つ。ドラー！大森たちは勝利した。経験値を30に獲得した。ZZ77 それ手に入れた。まあ、どっちかわかんない。まあ、いいや。よし。倒しましたね。釣りぞーリベンジマッチ。なかなか強気になったね、キュルも。うん、心配してないで。僕は大丈夫だよ。ボスさん、自分が味方の人のところを見るのは辛いかもしれませんが、
だからってこんなことをして人の楽しみに水を差すのはダメです。まあ勝手にね、公園でみんなをできんにしちゃいけないっすね。大丈夫だよ、ボスさんはさっき言った時僕が怪我しないように動いてくれたんだ。すまないわ、キャパス。あー、そんな悪いやつじゃないのか。まあいいか。まだ言ってるね、ノーバリーだって。かわいそうなやつだな。まあ、迷惑かけなければ、ほっといてもいいかな。じゃあ、そろそろバジルの家に行こうか。うん。それじゃあ、ボスさん、行ってきます。もうトラブルを起こさないでくださいね。ちょっと待ってください。これメニューどこだっけな。まあいいや。ちょっと行くか。とうとうバジル君の家に行けますね。なんなんすか、なんなんすか。おいおいおい、そこのチミ。郵便のとこ。からな、呼ばれてるね。しばらくで見るか。おやおいらっしゃい、大切なお客様、俺の店へようこそ。なんか買っていきなさいな。まあ怪しい郵便ポストだ。まあ買うならあれだね、まあ厳しいだよね。キャンディリンゴジュース、一応リンキャンディも買っとくか。こんぐらいにしとくわ。はい、はるばる駅、風車森、バジルの家。